スマホやコンデジ、ミラーレスなど、写真を撮るツールは昔に比べて、随分充実してきました。中でも写真にこだわりを持つ人が憧れるカメラといえば、一眼レフ。現在では、デジタルが主流となっています。シーンに合わせたボディやレンズを選べば、身近な景色や、花、風景、子供の成長記録から、星空まで、様々な被写体を撮影できます。この記事では、初めての一眼レフ選びに役立つ選び方のポイントや、ミラーレスとの違い、初心者でも扱いやすいものや最新モデルを含めた、おすすめの人気製品の比較などをまとめています。記事の後半では、カメラの買い足しや買い替えのコツも紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。リストの最初の製品は、D780 ニコン、ニコン。位相差 AF51.や 3D トラッキング機能を搭載したモデルで、被写体が激しく動く場合でも逃さず、写真に残せます。瞳 AF 機能付きで、人物の表情まで、はっきり再現。ライブビュー撮影時には、ハイブリッド AF システムにより 273点を、高密度カバーします。大容量で低消費量のバッテリーを、採用しているため、最大で2260コマも撮影を続けられます。リストの次の製品は D850 ニコン、ニコン。ニコンの技術が詰まったモデルで、これまでのモデルと比較すると高速連続性能や AF 性能、撮影可能なコマ数、有効画素数などどれもアップしています。どんなモードでも高画質な写真を撮れて、あらゆるシーンに対応。フリフレームの 4K 動画やタイムラプス動画の撮影もできます。タイマーやチルト式モニターなど操作性も抜群です。次の製品は EOS5D Mark IV キャノン。デュアルピクセル CMOS AF を搭載しており、操作した瞬間にピントを合わせれて撮りたい場面を逃しません。フルサイズ CMOS センサーと映像エンジンで JIG6 により、見たままの空気感や臨場感まで再現。視野率 100% の光学ファインダー付きで常にチャンスを狙えます。耐久性のある防塵、防滴ボディで長く愛用できます。リストの次の製品は EOS60 Mark II キャノン。高画質なのに携帯性のある軽量でコンパクトなボディのデジタル一眼レフカメラ。女性でも持ち運びやすい設計でアウトドアでも活躍します。フルサイズ CMOS センサーを搭載しており、細かい部分まで精細に再現。液晶モニターは前後左右に稼働でき、タッチパネルによって直感的に操作できます。次の製品は、K1 Mark II ペンタックス、ペンタックス。悪天候でも安心して使用できる防塵、防滴構造になっており、天候や寒さなど、あらゆる環境に対応します。モニターの向きは自由に変えて撮影でき、幅広いアングルからの写真撮影が快適に。5軸5段のボディ内手ブレ補正機構 SR が搭載されており、ズームにしても手ブレが起きにくいです。次の製品は D6 ニコン、ニコン。全点クロスセンサーと105点 AF システムを搭載したモデルで、高速連続撮影もでき被写体をしっかり捉えて、取り損なうことがありません。画像処理エンジン EXPET6 とアドバンスドシーン認識システムにより、瞳にピントを合わせやすいです。開始位置設定も可能で、スポーツの写真撮影におすすめ。リストの次の製品は EOS1DX Mark III キャノン。フルサイズ CMOS センサーや映像エンジンで JIG X を搭載しており、高精細でノイズの少ない見たままの写真を撮影できます。16コマ秒の連続撮影が可能で、スポーツや動きのある被写体の撮影に対応。耐環境性のある AF ユニットを採用しており、幅広い環境で安定した AF 性能を叶えます。4K60p の高画質な動画撮影も可能です。次の製品は D750 ニコン、ニコン。FX モデルなのに、
軽量でコンパクトな携帯性に優れたモデルで、深いグリップデザインで片手でも持ち運びやすいのが特徴。チルト式モニター付きで、幅広いアングルからの写真撮影に対応します。ハイライト充填速攻や高密度 AF システムなど、プロ仕様の構造で、高感度の撮影でもノイズが気になりません。次の製品は、DF ニコン、ニコン。デジタルカメラグランプリ2020で、受賞実績のある、信頼のモデル。メカニカルダイヤルで、細かい設定や露出を、直感的に操作でき、写真表現を楽しみたい人におすすめです。ニコン FX フォーマット CMOS センサーと画像処理エンジン XPET 3を搭載して、折り高画質な撮影が可能。コンパクトで軽量な設計は携帯性に優れています。リストの次の製品は D810 ニコン、ニコン。操作性の高いデジタル一眼レフで、舞台撮影などで白飛び防ぐハイライト充填、速攻や水平合わせが簡単な2点拡大表示、撮影後に画像編集を素早く行える RAW サイズ S などを搭載しています。プロ仕様の本格的なフル HD 対応の動画撮影も可能。撮影中に絞り設定を無段階で調節できます。次の製品は K3 マーク3ペンタックス。ペンタックス。裏面照射型イメージセンサーを搭載したローパスフィルターレス設計で画像処理能力が高くより高画質な撮影を可能にしたモデル。5軸 5.5 段手ブレ補正機能付きで被写体に合わせてブレを補正してくれます。ボディは軽量なマグネシウム合金を使用した防塵、防滴、耐寒構造で悪条件での撮影も可能です。次の製品は D500 ニコン、ニコン。AF システム 153.の高密度モデルで広い範囲でも被写体を捉えやすいです。解像度と高感度画質のバランスがいい CMOS センサーを搭載しており、暗闇での撮影もカラーで再現できます。4K 動画にも対応しており、フル HD 動画なら電子手ブレ補正付き。動画は最長29分撮影できます。リストの次の製品は EOS90D キャノン。3000万画素を超える APS-C サイズセンサーを自社開発し、高画質な写真撮影を可能にしたモデル。最新映像エンジンで JIG8 を搭載しており、どんなシーンでも美しい映像を残せます。視野率 100% の光学ファインダーを搭載しており、構図を決めやすいのも特徴。4K30p 動画撮影ができ、830万画素の画像として切り出せます。リストの次の製品は D7500 ニコン、ニコン。高性能画像処理エンジン XPET 5を搭載しており、白飛びや黒つぶれを抑え、細部まできめ細やかな色再現を叶えます。デジタル一眼レフ初心者でも使いやすい、オート機能も充実しており、シーンに合わせた設定に、電子手ブレ補正付きで映像がブレにくいのも特徴。どんなシーンでもピントを逃さない、高性能 AF システムを搭載しています。リストの次の製品は、EOS KISS X10i キャノン。大型 CMOS センサーと映像エンジンで JIG8 を搭載しており、高画質な写真を撮影できるデジタル一眼レフ。ISO 感度も高く、暗いシーンでも鮮やかで明るい写真を残せます。被写体が動いていても、決定的瞬間を残せる高速連写機能や、ピントを正確に合わせられる AF センサー搭載で、安心。直感的操作ができる、ライブビュー撮影も可能です。次の製品は、D5600 ニコン、ニコン。毎日の何気ない一瞬を撮影できる小型で、薄型のボディはどこにでも持ち運べます。光学性能が優れた CMOS センサーを搭載し、被写体のディテールまでくっきりと再現。画像処理エンジン XPET 4により、色再現性も高く明暗の変化も美しく再現します。バリアアングル画像モニター搭載で、自由なアングルで撮影しやすい設計です。
リストの次の製品は、K70 ペンタックス、ペンタックス。レンズを含むカメラ全体が防塵、防滴構造になっており、天候に左右されることなく使用できるモデル。-10°の体感動作保証付きです。アウトドアで使いやすい小型ボディには、視野率 100% の光学ファインダーや 4.5 段の高い手ブレ補正機構が備わっており、暗いシーンや望遠でも安心。フル HD 動画撮影にも対応します。リストの次の製品は D3500 ニコン、ニコン。デジタルカメラグランプリ2020と2021にて受賞した実績のあるデジタル一眼レフ。小型で軽量なボディを握りやすく、片手でも操作しやすいシンプルな設計です。表情や仕草まで高画質で再現でき、誰でも簡単に撮影できます。スナップブリッジに対応しており、写真はすぐにスマホに転送できるのも魅力。リストの次の製品は EOS KISS X90 キャノン。ポートレートモードやスポーツモードなど撮りたいシチュエーションに合わせて自動で設定してくれる撮影モードを搭載しており、簡単操作で美しい写真撮影ができるモデル。初心者でも操作しやすいガイド表示もあり安心して使用できます。便利な Wi-Fi を搭載しており、撮った写真はすぐにスマホに転送してシェアできるのがポイント。次の製品は EOS KISS X7 キャノン。大型 CMOS センサーを搭載したモデルで、光や肌の質感まで目で見たままだ高画質に再現できるモデル。被写体が動いている場合でもシャッターチャンスを逃さない、連続撮影が可能で、ベストショットを後から選べます。全自動モードを搭載しており、あらゆる場面で適切なシャッター速度や絞り値を設定してくれるため、初心者にもおすすめです。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。